初半譜ピアノ四重奏曲第2番編法調調 K493 は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲したピアノ四重奏曲。1785年11月にピアノ四重奏曲第1番が完成した直後に着手された。しかし、第1番で触れたように出版社とのトラブルがあったほか、オペラ、フィガロの結婚の作曲に傍殺されたため、 第2番は1786年6月3日にようやく完成した。完成して間もなく、第1番の楽譜が売れなかったためか、ホフマイスターは第2番の出版を中止し、モーツァルトは契約を解除した。そして翌1787年に第2番はアルタリアから出版された。緊迫感にあふれると単調の第1番は暗い雰囲気が漂うが反対に、 第2番は、叙情的であると同時に、おおらかで、明るい性格を特色とした作品になっている。全3楽章構成。演奏時間は、約34分。変褒蝶長,長、4分の4拍子。そなた形式による楽章で、力強ささ,さえも感じる、厚みのある響きの中で、大きな広がりを特色とした世界が繰り広げられていく。変異蝶長,長、8分の3拍子。 ほとんど大部分が弱奏で演奏されるそナタ形式による楽章である。デリケートな美しさに包まれていると同時に繊細な序章を称えている。変歩蝶長,長2分の2拍子。心よい流れを特色としたロンド形式によるフィナーレ。ガボット風の軽やかな主要主題を軸にして組み立てられており、まさにこの作品の最後を飾るにふさわしい楽章になっている。 ピアノの華麗なパッセージが独特の彩りを添えている。ありがとうございます。